はい、どうもこんにちは、リュウボンです。モンスターハンタートライジーね、次やっていきます。今回はね、物語の、結構大詰めのねナバルデウスという、古竜を退治するというストーリーだな。でね、かなり準備はしてきたけど、ちょっと負けるかもしれないのがちょっと嫌だよね。とりあえず進めていきましょう。はい、村長の息子さん、無事に着いたようだな。やつは、大海竜はお前さんの足の下にいる。モガの村の海底には水没した遺跡があったみたいでな。そこが根城ってわけだ。とにかく、やつの体力を奪い続けて、奥の海底遺跡まで追い込むことに集中してくれ。まだまだは無があるとは言えんのでな。今は撃退することに集中するのだ。真偽体を閉じ、研ぎ澄まし、全身全霊をかけて挑むのだ。勝機は必ずある。ね、大事なところでね、噛んだけど。というわけでね、この村を、多分ね、ストーリー的にはラストなのかな？短いんだよな、モンハンって。ストーリーは。で、これ終わったら多分上位とか出てきて、びっくりした。マップがね、ちょっと今、探知のスキルがついてるからね。なんだっけ？あ、そうそうそう。モンハンってストーリー終わってからが本番でね。ストーリー終わったら、よし。上位。で、上位が終わったら GQ というような感じで進んでいくんだか、どうやっていくんだっけ。こっちか。さあ、行くぞ。ちょっと待ってな。しまったな。あ、携帯食料か。こんがり肉食っとくか。水中入ったら食えないからな。OK。行くぞ。あー、酸素玉忘れたけど、まあ、火山灰いるからいいや。よし。いる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 。いいね。どう倒すんだっけ。でこの武器がね、一応頑張ってね、よいしょい、強化したね。バンカー、なんとかとかいう、これ当たったらやばいっけ。なんだっけ、バンカーバスターっていうね、一応この貝で作れる中では最強の分類にされるもの。なんか痛そうだな。ちゃちゃ、もうやられたんだ。何にやられた。やっぱ尻尾か。当たり判定あるってことだよな。で、こいつは、角を折ることができるんだけど、よいしょ。それはちょっとね、このね、最後のエリアに行ってからに行こうか。違う、じゃないと無理かな。それまではちょっと待って。どうせは狙ってもいいんだけどさ。いいか。うーい、これか。これに当たったんだ。ちゃちゃ、ていうかこっち見てよ、こっち。そうそう、左右のね、何やんの。バーン、読み直した。左右のね、角の長さが違えんだよ、これ。おお、勝て。そっか、そうだったな。結構だるいかもしれん。うう、それも当たんのね。了解。どうしましょうかね。あれ、これ。おお、よう当たんなかったな、今。全然当たんねえ。角。おお、当たった。とりあえずこれでもね、一応効率は悪いけどダメージは与えられているので、決してね弱い武器ではないので。何、うおつうかね、もうこいつの動き覚えてない。覚えてる人いないっしょ。いや、それいるだろうけど、大体、あ、思い出した、こいつ、そう、ロックオンターゲットするとさ、体の中心にね、こうやってカメラが行くから、顔にいるときにね、L ボタン押しちゃうとね、結構めんどくさいことになるんだよね。それちょっと気をつけていただいて。よーし、どうなってる？うわ、これは食らう！ちょっと
うわー、カヤマいた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 、ありがとうありがとう。よし、空気をねちょっともらった。ちゃんとこっち来てくれんだね、カヤマ偉いぞ。あー、ダメか。よいしょ、逃げようか。えー、やっぱ当たったか。くっそ。まあこいつはね、長丁場になるので。よし、根気よく行くしかないよな。ちょっとしか耐えられない。ほら、また当たるぞ。あ、うっくっかっくっ。まあでもあれだな、俺のこの防具も一応あの上鎧、剣鎧なの、つまり、上位じゃないと手に入らないと、あの強化できないところまでは、段階まではねやってるので、結構角ね、いい感じでダメージ与えられてるんじゃないですか。何、うーわー、すげえ。水の中だからこその迫力ってあるよね。こう地上でさ、ドシューとか言って音がするよりもさ、この重いゴボ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 みたいな。あ、行っちゃった。いや違うな、来るねこれ。俺狙ってる。来るんじゃないのこれ。あ、威嚇しないと。ちょっと待って、怖すぎる。大丈夫だった。うーん、やばい。うー、あんなに回すのね。これは、おお、体力回復してくれた。そうそうそう、あのね、ダンスをね、ダンスをね、踊りをね、カヤンバとチャチャをね、全く付け替えてなくて、回復力大っていうのがね、回復大っていうね、踊りがあるんだよね。もったいなかった、今までは。あ、これはね、まあ、水やられにならないだけマシか。ね。暗い。くっす。あ、怒ってんの？えい、いいぞ。待って、逃げろ逃げろ。怖い怖い、なんかおかしい。よし、苦しんでるね。痛いかい？お前な、村のみんなはもっと怖い思いをしてるんだぞ。害悪だ、害悪、害虫駆除だ、俺がやってる。仕方ないんですよ。そろそろ次のエリアへ。いい、はい、移動するか。よし、移動した。第2エリア、ラウンド2。うん、ちょっとこれあれかな、全身出てくるまでは動きが早いかな。お、何、ちょっと待って待って、何したらいいか分かんない。おお、わかんないよね、もう動き全然読めない。とりあえず行けるときに行くみたいな。そんなことしかできないんだけど。いいねいいねいいね。あ、かなり、ただこれは暗いそう。なんか来るんじゃない。結構技術がいるよね、水中戦。おお、すげえ。なんか指定遺跡って感じ。うーん、誰か踊れ。前、くっ、なかなかやで、難しい。くそー、
あ、ダメだ、早い動きが。どうしたらいいの、どうしたらいいの。あ、目ん玉が見えたね。これ何すんだっけ。よくぞ今当たんなかった。さっきと同じぐらい攻撃を当てることができれば折れるかもしれない。あ、もしかしたらあれかも、最終エリアじゃないと折れないかもな。あれ、何まひってんの。違う、保留ですもんね。まさかまひんないですね。こんなダサいこと言っちゃった。おお、くる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 、うーふー、ぜすげえな。なんかこっち側はぶっ壊れた感じはしないけど、でけえよな。モンハン史上最大、モンハンフロンティア除いて最大っていうと、ドイツにあるんだろうね。ラオシャンローもでかかったけど、うん、やばい、うわ、減りすぎだろ。しかも水やられ、誰か踊ってくんねえか。ちょっと待って、なんか来るぞ。うーふー、怖っ。カヤンバー折れる。よし、えらい、よし。さあ、かなりね弱らしたはず。相当ボコボコにしたんだけど、これね嫌な思い出しかねえんだよな。結構失敗率高いんだよこのクエスト。ちょっとでもこういうね、今も俺みたいなね、一定なヒレ、ちょっとでもこういうね無駄なことをしてるとね、即失敗。要は弱らしまくって最後のエリア3までね持ち込まないといけないんだよね、確か。だからね、ちょっと途中から俺も変えたんだけど、角とか言ってる場合じゃない。間に合うかな、これ。まずいぜ。任務失敗はな、ちょっと、きついよな。いや、でも俺できるはずなんだよ、今のこの装備なら。これでできなかったら、もうちょっと、攻撃量が足りないってこと。あー、うざい。待って待って待って、下潜るんじゃねえこいつ。あー、だらだらだら、上下移動はきついよね正直。痛い、結構やばいよ。いけるかな。ちょっとたまにねやっぱひるむんだけど。何何、どこに行くんだよお前は。いや、こっちげえな。でもこいつら全然回復してくんねえし、もうこれまずいんじゃないの。ちょっと待って、一番まずい。ちょっとねまずいよこれは。あー、まずい、キレ当たるこれは。よいしょ、いや、くそ、これに当たるとね、いや進めねえんだよ。ハマっちゃうのマジで。当たって吹っ飛ばされて、後ろに戻って、で、尾びれに当たって戻されてみたいな。よし、ポジションゲット。大丈夫かな、不安しかねえわ。結構ギリだったりするからね。よし、ひるんだ、頼むよその調子。あ、ダウンだ、ヒゲが壊れた。これでまずいこれ、スワーにとりあえず焦んなくていいんだ。もうカヤンパーいた、よし、オッケー。おー、
オッケーだな。まあ、やっとな。ちょっと尾びれ当てないでね、俺に。痛いから。うん。今のセリフは大丈夫なはず。オッケー。すげえ早いな。もう、とっとと行くってことか。決戦場へ。決戦の地へ。モンハン4でもさ、ジエンモーランとかあったでしょ。あれでさ、ある程度体力、あれは減らそうが減らす前が決戦の地へ、ステージへね、移行するんだってさ。ファイター、よーし、ここまで来れば多分そうそう負けることはないと思うけどね。当たりそう。すげえよな、クジラ、シロナガスクジラと戦ってるようなもんだよ。しかもこの攻撃してくるシロナガス、ナガスクジラ。データー。おお、美しい。もうよし、よし、ここまで追い込めば万が一失敗してもダメージは蓄積されるだろう。やつはあのでかい角をぶつけて海底から揺れを起こしていたようだ。なんとかしなきゃいかんのはあのでかい角だな。やつの体力を奪い頭を攻撃すれば角はへし折れるはずだ。お前さんの位置からまっすぐ奥に進むと遺跡に埋め込まれた巨大兵器がある。スイッチはおそらく遺跡の上面にあるだろう。あー、やつの角さえ落ちまえば、あとは一息。俺たちのモガの命を救っていく。分かった。任せろ。これでね、失敗とか言ってね、ならないようにしたいとこだけど。いたいたいた。見てる？こっち。あれ？これ、あれかと思った。バリスタかと思ったけど、知れんだな。バリスタ、バリスタ。なるべくそういうね、あれ、あったあった。そういう施設は使っていきたいが、とりあえず俺を見ていない。オッケー。あれ、上から落ちてくるのね。今岩落ちてきたけど、あれ当たったらまずいんかね。そういう記憶はないけど。オッケー、ここだ。水中森、水中用バリス。うわー、こっち来た。どうしよう。うわー、うぜえな、これ。ちょっと待ってな。おー、怖っ。おー、怖っ。バリスタ。あ、これ食らうか。大丈夫か。あ、なくなったな。オッケー。いや、まあいっか。角はね、こっち見たときは嬉しいんだけど。よし。うおー、当たるんか、それ。振り向きざまに？そういうことすんの？あれでね、バリスタのあれが壊れたらすごく悲しいけど、そんなことはないみたい。当たった。ダメだな、これ当たるかも。当たんねえ。いいね。じゃあ戻ります。どんどん行こう、どんどん。よし、死ぬんだ。さあ次、もう使っちまうか、兵器。流撃層を当てるチャンス。どういうこと？まあいいや、偶然だけどね。たまたま上に、あ、うるさいのか。この辺、あった。当てるチャンスってどういうこと？いや、よくなくない、よくない、よくないよ、これ。うわっ、ちょっと念には念をで飲んどこう。どうや
やって当てんだろうな。こっち来てくんねえとな。槍が出んだよ下からドカーンって。とりあえず飲もうか。なんだどこ行ってんの。こっち来いよ。いや当たる？よし。オッケー。飯折ってやる。ちょっとちょ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 、イベントが邪魔、イベントが邪魔。まあうぜ。ああ水やられ。くそここでなんのか。なんと。厳しいね。あ今の当たんなかったのか。にしてもだよ。怒ってないとあれなんじゃないか、角折れねえんじゃないか。あーくそ早えんじゃん。読めねえなー動きが。グイーンだろ。ここで今やってもこうやってほら引くのよ。もうこの繰り返し、この繰り返し。もう怒ってないじゃん。まずいね。うう怖い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 。来んなよこっち。うおほほほほ。絶対あの距離だったら水流に巻き込まれてもおかしくないけどな。不安の要素がどんどん。あーうぜ。離れちゃうんだよ。あれはまあ回避としては優秀だけどよ。このこいつのこの技怒ってないと折れないんじゃないのやっぱ。あでもそうだな、今がチャンスとかできるし。結構俺クラウンの途中からね。お、ダメ、折れてくれ、欲しいよ。うーちょいーくるーってきつい。ないな、打ち消しのみ。バリスタがあそこにあるけど、うーすごい射程距離。あれ、ああ月だらけだったんだけど、ダーズ残念。当たない。それは後ろ行ってだいたいこの辺。よーし当たった。すごいね、距離感つかむのうまいな。自分で自分のことうまいけどなかなか恥ずかしいぞ言って気づいたわ。はっつ時間あと何分。ああそんなもんか。よしじゃあちょっとバリスタでいじめるか、チクチクと。ああどこにいるの今。下でふてくされてる。水中よっぱりす。オッケー、でちょっといろいろ準備しよう。あいつが下にいる間に何やってんのか知らんけどよ。あ、できたぞ。ん？何やってんだあいつ。なんかいるね。なんかやってんだね。
俺追っかけに来てるの。マジ。近い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 、あっち行けあっち行け。あー、うるさい。激流層当てるチャンスが来るかもっちゃって言われてもな。よし、折れたんじゃない？折れたー。気持ちいい。もう折れる？折れねえんじゃねえのかなって思う。おいおいおい、えらい弱ってんなおい。あ、落ちた。ちょっとね、これやっとこう。危険を顧みず、それだけの価値がある。なぜならすげえめんどくせえからだ。また戦うのが。おいし、オッケー、角ゲット。ちょっと鱗はね、今出てきた時はびっくりしたけど、ね、角に鱗があるらしいぞ。流撃層はまだ使えねえんじゃない？一応見に行くけどさ。怒り出したら流撃層を当てるチャンスって、こいつって怒ってないと近づいてこない習性でもあんのかな。ダメだ。うわ、なんかこっち見てた。よし、とりあえずガンガン当てるか攻撃を。なんかさ、この武器さ、バッドクリティカルすげえ出てない？あの紫色の。結構ね、気になるんだよね。ちょっと後で見てみよう。クリティカルマイナスとかついてんの。うーん、やばい。おいおいおい、多分ね、流撃層が熱流層だったっけ、もう忘れたけど、使えるようになったらね、合図が出るんだよね。使えるようになりましたって。正直覚えてないけど、モンハンシリーズ大体そうだね。さあ、まずいぜ。ブンバリがもうすぐ切れちゃうかもな。ああ、取るんだ。できれば討伐したいよな。よし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 、いるんでいるんで、いけるかな。まあでもね、熱流層も当てたしさ、いけんじゃない。空気が来い、お前が来い、頼むぞ。ちょっと結構かけてる、火山場にかけてる。怒ってんな。ダメだ、火山場来ねえ。しょうがねえ。死んじゃう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 。オーケー、火山場使えねえ。来る、すーげえ。流撃層まだ使えねえのか。まだか。急いでー。あ、これ暗くかも。まずい。くー、ちゃちゃとかやんばが一瞬で体力ゼロにならなかったか今。恐ろしいんだけど。まずいね、これ大丈夫か。来るぞ、最強技。横に避ければ何とでもない、何でもない。怒り終わったか。こいつ怒りをその、あ、まだ怒ってんじゃん。よし、痛い。ちょっとここで死ぬのはきついので、しっかりと回復はするか。どうなってるどうなってる。あー、釣れー、強いの。あ、これ怒りが。あー、これ多分倒してねえよ、撃退で。ほら、まあ、いっか。まあ、倒すの、
倒せたらかっこいいだったけどね。うん。つうか無理なのかな倒すのはこのクエストで。できんのかね知らんかった。よくわかんない。いやーよかったよかった。まあ、ちょっとね、失敗すっかなと思ったけど、途中。うん。なんとか間に合ったな。まあ、攻撃の手を緩めないことが攻略法って感じだな。いや、いや、まだいる、まだいる。もう来んなよ、ここに。はい。というわけで、今回はこれで終わりになります。次回から上位だな。楽しくなってきたな。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。まったな。